お世話になります、ひとりでございます。本日は8月15日日曜日でございます。コミュニティデー2日目でございます。 EV のね。で、今回の企画は自宅で一歩も歩かずほぼ全自動で色違いどんだけ捕まえられるかっていうことなんですが、まあ、2日目は、手動で一切やる必要ないですので、もうタスクとかも全て終わってるので、なのでもう本当にね、その自動で捕まえていくだけで、今回はできると思います。まあ本当にコミュニティデーってただ色違いで安くなるだけなんで、ほとんどね、関係あるやつはなんで、ほとんどまあ言うことはないっすね。まあ、とにかくやっていきましょう。今日もルアーモジュールね、一つずつ入れてまして、かつお子をね分回してやっていきたいなと思います。まあお子ちゃんと今回は買ってあるんで大丈夫だと思いますけどね。ルアーモジュールは誰も入れてくれないと思うんで、まああれですけど、とりあえずそろそろじゃない？11時からですよ。 OK 来た、いいぞ。これでまあお子を使おう。とりあえずお子を使って、あ、やっぱりタスクみたいのはないよね。タスクみたいのは、はい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 、ないですね。ですから、ここにあとはルアーモジュールを分回す。ちょっと待って、いらない、あんたの話はいらん、どっか行ってくれ。今いるここのイーブのやつだけちょっと手動で見ていきましょうか。別に捕まえないけどね、これは。手動で捕まえたりはしないんだけど、見るだけ見ておきましょう。まあ、色違い出たら、ね、捕まえますけど。はい、イーブ可愛いよ。色違い来いよ。来いよ来いよ。見せ場来いよ。見せ場来いよ。頼むよ。おいおい、頼む。あと一体、あと一体。あと一体。見ていくぞ。来い。あー、無理か。無理だ。今日の仕事これで終わった。あとはもう、自動で捕まえてきますよ。いや、本日も、ちゃんとこの通りね、モンスターボールプラス用意しておりますので、これで、右上押して。バイブ鳴らしてね、ブー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 言わして捕まえていきますよ。あ、つーかあれかな、ゴースナップショットで EV のサプライズ5回って書いてありますね。これちょっとやってなかったな、そういえば。あ、昨日もあったのかな、もしかして。ちょっとよくわかんないけど、それやってみよっか、じゃあ。ゴースナップショットってなんだっけ、ここを見て、スナップショット、あ、スナップショットあれか。こっちじゃないか。多分、スナップショットだから、ここで、はい、適当に出して、それで撮影す、あ、来ましたね。これでいいんだ。これで、はい、出てきて、この色違いの可能性もあるのかな、多分。おー、色違いじゃん、色違い来た。これ確定かな、確定じゃないよね、さすがに。あ、ちょっと待った、ミスった。うわ、ミスったぞ。これ本当は金色のやつ使わないといけないんだよね。うわ、捕まえる確率高くなってないから別に。うわ、ミスった。癖でついついそのパイルの実使っちゃった。頼む、捕まってくれ。よかったよかったよかった。これサプライズだと絶対出てくるのかな。いや、ちょっと私そこわかんないっすね。サプライズ引き続きやりましょうか。オッケー。もう早速一体ね。これ5回できるらしいですから。はいはいはい。5匹もらえるのかな？でもこれ映ってるさ、やつさ、普通の色だけどね。EV。どこだ？こいつだよね。あ、違うか。捕まえないと先行けないとか、もう1匹出てこないとかないよね。とりあえず1匹はね、色違いちゃんと見せれたんでよかったですわ。今日の映え、これで終了です。はい、じゃあもう一回撮っていきます。まあ、色違いのやつ撮って、多分色違い出てきてから。つか、これおかしな話ですよね。だってここで撮った時に色違いじゃないんですよ。なのに出てくるポケモンが色違いって、もうこいつじゃねえじゃんっていう。この EV が出てきてるわけじゃないじゃんっていうね。こいつかな？あ、違うか。今3回目ですね。あと2回。すごいいっぱいいる。はい、ここで写真撮る。OK。出てきた。ぽい！来ねえか。よっしゃ、じゃあラスト1回やるぞ。頼む、来てくれよ。来てくれ。ラスト。どいつだ？あー、違うか。ダメか。ダメだな。出なかったな。まあ、とりあえず今、1体ですね。8分で1体捕まえましたということで、残り頑張っていきたいもんですね。もう本当にあとはほぼ全自動で行くだけですね。で、あと、右の方のポケストップにもルアーモジュール入れたいんで、ちょっと場所を移さないとダメですね。また、ちょっと玄関に行ってやりましょうか。はい、ということで玄関に参りまして、ここだともう一個のポケストップにかろうじて入る時があるんですよね。ちょっと待ちましょうか、ブレるまで。OK、来た。アイスルアーを入れとこうか。で、評価も、また消えちゃった。センサー式の照明なんで、人がいてもね、途中で消えちゃうんですよ。こうにやんないと。ここ行ってないとダメなんですよ。はい、じゃああとは置いとくだけなんでね、また置いときましょう。はい、ここに置いて、ちゃんと寝かしときたいと思います。はい、1時ですので、またね、昨日と同じく昼ご飯タイムでございます。私の昼ご飯はいつもと一緒です。このね、完全食というやつですね。これを2杯とあとちょっとですね。で、チョコ味を入れていきたいと思います。これを2杯ね。あとは水ね、これ結構入ってるような感じしますけど、振ることによってこんな感じでね、粉とかの多分空気の部分がね抜けてこんな感じになります。もうほぼ超ドロドロの状態で飲みますよ。
うまっ。やっぱポケモンをやってる時の昼ご飯は水少なめの粉っぽいドロドロ完全食が一番合ってるわ。洗い物も簡単、これだけですから。夜8時ぐらいまでお腹持つんでね。まあポケモン GO は5時までですけど、頑張りましょう。はい、ということで今14時5分ということで、11時から始めましたので約3時間ねやりましたと、ですので今ちょうど半分ぐらいですので、中身見ていきたいなと思います。ボックスもいっぱいになっちゃうんでね。あー、いない、全然いないぞ。色違い、ここにはいないっすね。いねーいねー。あ、いたいた。459ですね。459来ましたと。はい、で14来ました。こいつですね。いいですね、動き方で。372来ました。はいはい、なんかビードルいる。イーブまた来た。298来ましたね。はい、で195来ましたと。でアメ玉がいて、はい、370のイーブイですね。オッケーオッケーオッケー。ちょっと待って、この辺り全然いないぞ。いないぞ、いなすぎでしょ。いなすぎんぐトゥードゥじゃんそれ。待って待って、やばい、全然いない。464263、うえ、全然いないじゃん。ちょっと待って、こいつからですから、263のやつからですから、1238、8体か。若干少ないですかね。確か昨日は10体ぐらいいたような気がしますから、誤差の範囲かなと思うんですけど、ちょっとこれは少ないっすね。運が悪いかな。で評価マックスはいるかな。評価マックスもやっぱいないっすね、一体も。うわ、なんで、まあ、すごいなんか地味な感じですね。なんとも言えない。なんか、悪いだろうとも言えないし、よっしゃーとも全然ならないという。YouTube としてはもう最悪。中途半端で、ちょっと真ん中寄りしたっていうね。それ40点ぐらいな感じってのは一番いらないっすよね。10点とかの方がなんなら欲しいわっていう話なんですけど、まあそこは言っちゃいけないとして、まあまたね、やっていきましょうか。ちょっといらないね、 EV はね捨てたいと思います。あれ、今整理してる間に1匹手に入ったか。もしかして459いたっけこいつ。あ、419からだから、372144459ということで9体ですね。だからまあ普通か。まあこっからも頑張りましょうか。引き続き我がモンプラでやっていきましょう。あと3時間ね、頑張ろう。またしばらくここにスマホを寝かしときたいなと思います。はい、ということで16時59分でございます。あともうちょっとで終わり、終わり。何もやってないけど全自動だから、ということであと1分ですね。全自動のやつに任せてやっちゃいます。すごいなんかブレてるぞ。ちょっとこの辺見とく。ちょっといけないからね、この辺は。ちょっと普段いけないとこですから見ときましょう。勝手にもうずれちゃって戻っちゃうと思いますから、見れるだけ見ちゃいましょう。あー来ないか。ここで来たらラッキーなんだけどね。せめてもう時間ないから頼む。無理か。あー終わっちゃった、終わっちゃったね。来なかったね最後。まあ、とりあえず結果見ていきましょう。いくぞ、ポケモン。で、ウッパーが最初にいるし。お、いきなりいるね。137のイーブ行きましたね。はい、ここにいますね。それで、ヤンヤンマなんかいらっしゃいますね。で、ビードルとかもいて、それで、イーブ、イーブ、イーブ。いた !335 ですね。いや、でも結構少ないかな。頻度的、うわお、104。はい、731。136のやつ、14。もういいんじゃん。14ってその前にもいたような気がしたけど。324も来ましたね。はいはい、ここで、481。どうだろう、頻度的にどうだろう。ここは終わりかな。これで45914ということで、どうだろう、ちょっと整理してみましょうか。で評価マックスが27と。はい、これで整理しました。で今回は419の個体から上ですね、 CP419 のやつから上が今日ゲットしたやつなんで、その数数えていきましょうか。1,2,3,4,5,6,17。 17か、17ですね。マジか、めっちゃ微妙だな。また昼と同じくうっしゃーでもなければ、いやひどすぎんな、でもない。一番もう何とも言えないわ。すっげー困るなこういうの。全然どちらも映えない。みんなに見下されるわけでもなく、めちゃめちゃ褒められるわけでもなく、そういうのが一番困るんだよ。それ何にもやってないのと一緒だから。で昨日は1,2,3,19、昨日は19匹ですから、 ほとんど本当一緒なんですよね。なんだよ、ドイヒーだろ。ちょっとこれ YouTuber として今後やっていけるかな。心配だな私。だから合計で37匹ですね。
まあ、まあそれだけ考えたらもう普通に色違いが単純にさ37匹手に入るっていう風に考えたらめちゃくちゃ多いんだけどね。普通に剣盾基準とかで考えたらどんだけ手に入るのだっつ。しかもさ何の努力もしないでだよ、ただ全自動で捕獲してるだけでそんだけ手に入るってマジでやばいっしょっていう話っすよね。ただなんかツイッターとかで見てたら1日だけで40匹とかかなとか捕まえてる人とかもいたんで、色違いなのでもう微妙、ほんと微妙っすね。ゴーフェスの時は何匹だっけ、合計で30匹ぐらいかな確か、だったんでそれよりは多いか。しかもゴーフェスの時って、私のその以前の動画見ていただければわかると思うんですが、わざわざ東京まで行ってね、それでポケストップが常時入るところが4つぐらいのとこでやったんですけど、そこでそれだけの数ですから、このコミュニティデイで多分自動捕獲であってもそのゴーフェスで行ったところと同じ東京でやれば多分単純計算のポケストップ倍あるから倍ぐらいに増えんのかな。そしたら80匹ぐらい手に入ってたのかなって思いますけどね。なんで今度また別の機会にまた東京行って、ね、自動捕獲でやるのも面白いんじゃないかなと思いますね。やっぱコミュニティでめちゃめちゃ色違い手に入りますからね、こんな家でやるだけでも。まあそんな感じですよ。まあちょっとねお香とかね持ってなかったんでそれ課金したり、まあチケットもね課金して買ったりしたんで若干金かかってますけど、本当に家にいるだけで自動捕獲でダラダラしながらやってもまあ2日で3、40匹はね簡単に手に入るということなんで、ぜひ皆さんもねやってみるのがいいんじゃないでしょうか。この2日間にわたる EV のコミュニティデイが楽しかったです。